Trinity Trigger. Trinity Trigger.遥か彼方、神話の時代、神々は二つの勢力に分かれ覇権を争っていた。一つは秩序、太陽神ソリオスを主神とし、規律と法王を重んじる神々。一つは混沌、風雷神オーダンを主神とし、自由と偏見を愛する神々。秩序の神々と混沌の神々の戦いは、天界だけに限らず、人や獣の住む地、トリニティ。もう朝か。なんか夢を見ていたような。ダメだ、思い出せない。考えても仕方ないか。お兄ちゃん、朝ごはんもうできてるよ。ありがとうフィルン、すぐ行く。おっといけない。よし、今日は上手にできてるじゃないか。でしょでしょ、お兄ちゃんに負けないよう頑張ったんだから。あれ、お兄ちゃんその目。え、ああ、瞳の模様か。今朝変な夢を見たから。そのせけどまた大きくなってるよ。形が変わっているみたいだし。別に痛みも違和感もないし大丈夫だよ。料理の腕だいぶ上達したんじゃないか。本当？ああ、少なくとも料理と呼べるものになってる。それってどういう意味よ。見てなさいよ、次は絶対に美味しいって言わせるから。ああ、期待しているよ。だけど無理しなくていいからな。料理なら俺が作るし。お父さんもお母さんもいないんだから、私だって家事の一つや二つこなせないと。まあそうしてくれると助かるけど。大丈夫大丈夫、ほら花嫁修行みたいなもんだし。花嫁修行っていくらなんでもまだ早いんじゃないか。相手だってまだいないんだろ。そりゃそうだけど。まあでも見つからなかったらお兄ちゃんにもらってもらえばいいか。
お前いきなり何を言い出すんだよ。いいじゃない、どうせ血はつながってないんだし。いやそうだけど、俺にも選ぶ権利はあるんじゃないか。私じゃ不満か。いやそういうわけじゃない。冗談だってば、冗談。あ、もうそろそろ仕事に出かける時間。あ、うん。おはよう、シアン。おはようございます。今日も仕事かい？ブリンガーもなかなか大変なんだね。政党の中から素材を持ち帰って、それをお金に換える。確かに儲かる仕事かもしれないけど、危ないことだってあるんだろう。大丈夫ですよ、俺みたいな駆け出しじゃ危険な場所までは行けませんから。それに町の近くで怪しい人を見たって話も聞くし、物取りかもしれない。はい、ありがとうございます。何を調べよう。よし、失礼。あ、こんにちは。よし、いらっしゃい。どうも、また来てくれよ。何を調べよう。
やったよう、今日も風が強いな。よう、何を調べよう。これはいいものを拾ったな。さて、ミントジャムか。せっかくだ。こんなものかな。はっ。危ないところだ。やっ、よっ、せい。よし。珍しく今日はどうやら成長できたみたいだ。これはいいものを拾ったな。せい。せい。ちょっと周りを。これはいいものを拾ったな。役に立ちそうだな。見張り、今日もモロハの塔に入るのか。少しでも稼いで。まあこのモロハの塔もだが、ブリンガーってのはそいつらと出くわす危険。ええ、分かってます。大丈夫なら。いい。この前もブリンガーが一人。お、よっ。
なんだ？せい！やっ！やっ！さらに強くなった気がする。壊して進むこともできたやせいふはやたせいやはやせいやたせいたやふはふやせいたはに立ちそうだな。行き止まりか。見たことがない。崩れてきたりしないで。まだ誰も入っ。ここが最後の部屋か。部屋の主か。仕方ない。せいはやとととせいたやフラム、死にたくなかったら僕の言う通りにして。
じゃあ、行くよ。シアン。さらに強くなった気がする。危機一髪ってところだったね。ああ、おかげで助かった。何なんだ？何なんだと言われてもな、名前しか覚えていないんだよね。なんでこんなところにいたのかも。しても君の瞳に刻まれている紋章とは言っても見覚えがあるだけで覚えてないけどね。覚えてないのか。君もし…ああ、父さんも母さん。そうか。それじゃあ、なんだって。僕が覚えているものといえば、つまり僕の失われた記憶の手がかりはその紋章にあるというわけさ。そういうことか。それにもしかしたら紋章悪いようにはしない。君の武器として一緒に戦ってあげられるしね。確かに正当の探索には役に立つ。分かった。その代わり何か思い出したら教えてくれ。もちろんさ。じゃあ改めてよろしく。これはおい、これは…よし、た、なんだ。立ちそうだな。せっふっはっふっは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 っやったやったせっふっはっこれはいいものを拾ったな。せいやせいたっはっはっやっはっやっふっせいやせいっ
シアン。どうも。どうした？誰かがこっちを見て。鳥の鳴き声がしない。気配が正当帰りのブリンガーを。僕にわかるはずないだろう。ああ。モロハの塔で見つけたんだ。はーい。お兄ちゃんにお客さんの。はじめまして。私はエリス・クオイズ。あなたがシアンね。お仕事を一つお願いしたいんだけど。じゃあ私はちょっと買い物。いい妹さんね。それで仕事ってなんだ？シアン、あなたは命を狙われているわ。一刻も早く。どういうこと？あなたを襲おうとしていた人たちは私が追い払ったから。いきなり何を言い出すんだ。俺が命を狙われてる？だから言ったでしょ。喋った！え、トリガーを知らないの？連れて歩いてるのに。ああ。なるほど。あなたが召喚したわけではないのですね。それは失礼いたしました。私はウィズと申します。そこの彼と同じトリガーです。トリガー、さっきも言っていたな。トリガーとは力ある者の意志によって姿を得て力を与える存在。ちなみに私は水の属性を持つトリガー。彼は火の属性のようですね。じゃあウィズを召喚したの？ええ、私はエリスに召喚されたトリガーです。そういうことで、話を戻すけど、この世界には秩序の神々と混沌の神々がおわすのは知っているわね。ああ、もちろんだ。大昔秩序と混沌に分かれて戦っていたんだよな。ええ、でもその戦いは終わっていないわ。神々から紋章を授かった秩序の戦士と混沌の戦士によってね。神々の戦士。あなたの瞳に浮かぶ紋章は混沌の紋章。紋章。そう、あなたが混沌の戦士に選ばれたの。ちょっと待ってくれ、いきなりすぎだって。急に言われて困るのはわかるわ。だからといってなんで俺が戦わなきゃならないんだ。それが神々が定めた運命だから。でも私はその運命を変えるために。運命を。戦いを止めるようにって秩序。私が頼んでも信用してくれないかもしれない。私は神々の戦士の戦いを止めたいの。シア、わかったわかった。正当からの帰り道、俺を。だけどまだ全てを信じたわけ。ええ、それでいいわ。それで
どこに向かうんだ。この町の東に広がるアルド砂漠を越えた向こう。父さんと母さんは俺の紋章のことを知っていたのかもな。なんでそう思うんだい。父さんは昔シュタール王国の騎士だったって。だから。確かに。ねえシアン、君のお父さんってどんな人だったの。強くて優しい人だった。俺に剣の使い方を教えてくれたのも。でも本当の両親じゃない。じゃあ本当。俺が生まれてすぐ亡くなったって聞いた。おっと。お兄ちゃん、出発の準備終わった？いや。早くしないと夜遅くなっちゃうよ。それじゃさっさと支度を終わらせるとするか。私のことなら心配しないで。お兄ちゃんのおかげで蓄えもあるしさ。お父さんとお母さんが亡くなってからずっと私の面倒を見てくれてたんだもん。それにお父さんたちが昔住んでいた町に行くんだから。そういえば若い頃のこと二人とも。だからいろいろと聞いてみるといいかも。ちゃっかりしてるね。じゃあフィルンちゃん、お兄さんをちょっと借りるわね。はい、エリスさん。フィルン、俺がいない間のことはお隣さんにも頼んでおいた。私は大丈夫だから。ああ、それじ行くぞ。ガウガウ。その子プラム。ガウ。じゃあ行ってらっしゃい。ここは任せて。任せろ。